TOA は幕張メッセで開催されたインタービー2008でトランテックブランドのデジタルワイヤレスマイクを展示発表しました。 TOA は昨年からトランテックという新しいブランドを立ち上げて、デジタルワイヤレスのサウンドにこだわったデジタルワイヤレスマイクの商品化を進めています。ダイナミック2と搭載しましたハンドヘルドワイヤレスマイク、それからコンデンサー2と搭載しましたハンド型のマイク、それからタイピン型のベルトパッド、それと2チャンネルのデュアル型のレシーバー分配器、こういったラインナップで順次投入をしてまいります。 S の D7000 シリーズは独自のデジタル方式の採用により、従来のアナログ方式と比べ高音質で多チャンネル同時使用が可能で、渾身にも強く秘話性に優れています。デジタル信号処理を駆使しまして、高音質それからノイズ渾身に対して強いという特徴を持っておりまして、さらにトランテックのシステムは、ネットワーク機能も充実させまして、ソフトウェアによる集中監視等々の機能も搭載しております。今後、新しい商品ブランドとしての国内外での認知度の獲得と、劇場、放送局などのハイエンド市場、ボーカル用途などの音楽市場向けに展開していく予定です。 Digging for News